アートって結構そのなんかファインアートとかビジュアルアートとかあのパフォーミングアートとかなんかいろんなこうなんとかアートみたいなのくっつくんですけど、まあだからちょっと領域があんまりにも広すぎて、まあ、そのものについてこう一言でまとめるって基本的に不可能だと思っているんですが、まあなんかこう最近結構その言語としてなんかこう多様化しすぎているというか、なんかこう使い回されすぎているような感覚はあるかなと思っていて、なんかそれを定義すること自体が結構あの重要な気はしていると思っています。ただまあ僕はその大学の時に結構その批評クリティサイズを勉強してたってこともあるんで、なんかこうなんて言うんだろうな、その作品のその存在する意味みたいなものとか、その社会との関係性みたいなものは結構こう考える機会っていうのは多かったかなっていうふうに思います。なんか大学のなんだろうな、1年生の時とかにこう概論みたいなのあるじゃないですか、イントロダクションみたいなのとかで結構そういう現代アート入門みたいなとかを勉強した時に、やっぱりこうデュシャンとかこうああいうコンセプチュアルアートみたいなものが結構影響を受けて、現代アートにすごい好きになって、まあ、抽象表現主義とかも含めて好きになったんですけど、まあ、やっぱりこう作家作り手側が、まあ、言葉をやっぱり添えて自分のそのも作り出したものに対して価値を与えるっていう行為は結構参考になっているかなというふうに思います。結構その例えばゼミとかでそのクレメント・グリーンバーグとなんかこうマイケル・フリードとかのなんかこう評論の試合みたいなのあるじゃないですか。でそこにこうドナルド・ジャットとかが結構加わって、なんかこういわゆるそのアートとは何かというか評論することとは何かみたいなことが結構発展してたと思うんですけど、1960年代とかかな。でその後に結構なんかこうアート&ランゲージみたいなムーブメントとかも起きて、だけどなんかちょっと僕の中ではそのアート&ランゲージみたいなもの自体はなんて言うんだろうな、なんかあんまりピンとこないというか、やっぱりなんかこう言語化される前のというかその中間言語っていうのはその記号化していくっていう作業だと思うんですけど、思考とかなんかビジュアルもの自体を、だけどそれをこうなんかこう記号化されることができない事象みたいなものをまあなんか利用するっていうことは結構大切かなっていうふうに思うんですよね。でまああとはやっぱりその現代アートってそういうなんて言うんだろう、既存のものというかみんなはこういうふうに思っているけれどもなんかこういう視点があるっていう、なんかこう新しい視点をこう生み出すっていうことに対してすごく注力しているような感覚はあって、まあ、もちろんその例えばその印象派っていうもの自体がそのカメラっていうものの存在があることによってこう発展していったっていう、こう歴史的な背景もあるけれども、とか例えばまあそういうナチスとかのそういうこう何ていうんですかね、こう全体主義みたいなものに対してこう埋もれないためのこうアンチテーゼみたいなものが存在したりですとか、まあなんかこう社会性と自分個人をこうの距離を作るというか、なんかそういうアティチュードみたいなものを発信していく、そういうビジュアル化していくっていう作業が結構やっぱりアートにはすごく何ですかね、大きな意味があるような感覚はあります。でまあじゃあその全体主義とか既存概念みたいなものに対して、まあ、立ち向かう人が別にアートじゃなくても思想家とかそのエッセイストとか、まあ、それが政治家であってもいいと思うんですけども、なんかこうそこに対してこう態度とか言語っていうものではなくて、そのビジュアル、そのなんか制作物を通して発信していくっていう作業が結構なんかアートの持つ役割かなっていうふうに思ったりしています。でアートとは何かで答えるのが非常に難しいんですけど、そのアートってこう、まあ、付加価値を最大限こう作り出す作業じゃないですか。その使ってる素材自体が価値があるわけではなくて、まあ、そのキャンバスと絵の具っていう、まあ、どこにでもあるものだったりとか、まあ、なんか
石と鉄とか、まあ、そういうものに対してこう価値を作っていくわけですけども、自分がこうどのコンテクストの中でその手法を追求しているかっていうことも結構大事だと思うんですけども、やっぱりこうなんて言ってんだろうな、なんかこうすごく昔に作られているものとか、まあ音楽とかもそうだと思うんですけど、クラシック音楽とかもこうすごくこう昔に作られていて今でもすごくこう評価されているものっていうのは、やっぱりなぜそれがそうなのかっていうことを考えるっていうのは非常に大切な気はしていて、っていうのは自分もこうファッションブランドで、まあ、スタートアップ企業として、まあ要はその新米起業家として服を作っているわけですけども、その時にこう自分がこうどういうところから生まれてきたのか、でどういう文脈で語られるべきなのかっていうのはやっぱ常に意識する必要があるというふうに思っていて、そのアートに関しては結構それがすごく大事だったりするじゃないですか。なんかそれはこう昔から評価されているものっていうのを、まあ、知って理解するっていう行為が、まあ、自分にとってこう武器となりうるではないかなってことを考えながらこう鑑賞したりとかこう興味を持ったりっていうのはあります。で結局自分もそうですけども、やっぱ最近すごくこう現代アートが注目されていて、まあ、市場も伸びているし、まあ、若い作家さんなんかもどんどん出ていると思うんですけども、やっぱりそれが何者であるかっていうのがそう市場においてこうまだ評価されていない人たちってたくさんいると思うし、やっぱりすごくこう芸術って、まあ、アートってすごくこう時間をかけないと、まあ、その人の生き様が結構そのまま作品のこう価値と連動していくっていうか、どのくらい続けているかとか、やっぱどのくらい筋が通ったことをやってるかっていうこと、もしくはそれがこう 100% オリジナリティがあるかどうかっていうことをすごくこう意識されるわけだと思うんですけども、まあそれは自分にとっても当てはまるだろうし、だからまあなんかその芸術家とかアーティストとかっていう言葉はまあ非常にこう広いという言い方をさっきしてしまったんですけども、一方でまあほとんどの人にある意味当てはまるというような言い方もできるかなと思っています。